アイデンティティができると自分のその見える世界観が変わってくるじゃないですか、うん、こんにちは、しんいちです。はい、今回もですね、福田くんにいろいろ質問していきたいなと思います。というのも、まあ、夢の叶え方を教えてくださいというような質問が来てましたんで、それについてね、福田くんに聞きたいなと思いますけれども、はい、じゃあ福田くん、お願いします。夢の叶え方を教えてくださいという質問が、はい、会社員の方から来てます。はいはいはい、どうしたらいいんですか。まあ、まだ僕も追いかけてる段階というか、うん、まあ、もちろん達成した部分もありますけど、うん、まあ、大きな部分で言うとまだこれからっていうところもあるんですけど、うん、で夢ってでも描いてるものって片山さんとかもあると思うんですよね。僕大体全部実現してきたよ。実現しますよね、うん、する。で僕も実現すると思っていて、うん、でじゃあどうやってこの夢を叶えればいいのかっていうのを、うん、紙に書けば叶うんじゃないかなとか、うんうんうん、なんかよく本に書かれてるじゃないですか。あるね、うん、もちろんなんかそれが潜在的な部分に入ってきて、うん、それで叶うっていう人もいると思うんですけど、それは全員じゃないと思うんですね、うん、もう8割9割以上の人はそれじゃ叶わないと思うんですよ、うん、でそのじゃあどうやって夢を叶えればいいのかっていうと、僕はもうなんか一つだと思ってるんですけど、お、何、すごいシンプルで、うん、知識をつけることだと思うんですね。お、知識、はい、知識っていうのは知識が全てを作ってると思っていて、うん、知識があることによってその自分自身をまずは認識することができるんですね。例えば、あなたどういう人だってよく言われます？僕ですか、はい、変わった人だって言われる。変わった人だって言われると、うん、あ、自分はなんか変わってるのかなって思い出すじゃないですか、うんうんうん、あ、こういう部分が変わってるなとか人と違うなって見えてくるじゃないですか、うんうんうん、っていうことは周りから言われたあなたは変わってますよねっていう知識が自分自身を作っていると思ってるんですね、うん、なるほど。っていうかそうなので、うん、でじゃあ自分が学んだことも一緒なんですよね。自分がじゃあ勉強したことでマーケティングの勉強して、うん、でマーケティングの勉強すると知識がつくじゃないですか、うん、で知識がつくと、できるようになるじゃないですか、うん、マーケティングが できるようになると自分はマーケティングができる人だって思うじゃないですか、うんうんうん、でそうやって自分のアイデンティティというか、うん、自分自身の自我を形成することができるのが知識なので、うん、人間の行動とか全てを、うん、まあ、ベースとしては知識だと思ってるんですね、うん、でそうやってアイデンティティができると自分のその見える世界観が変わってくるじゃないですか、うん、見える世界観っていうのは今僕が見ているその景色と片山さんが見ている景色っていうのは同じ部屋だけど違うものが見えてると思うんですね、うん、だから視点が違うっていうことですね、うんうん、で視点が変わってくると、まあ、その世界観に対する価値観って生まれてくると思うんですね、うん、見え方によってこのものが大切だとか、うん、このものは大切じゃないっていうのがあると思うんですね、うんうんうん、でそれによって最終的に自分の本当に強い信念というか、うん、自分はこれを強く信じる、うん、大切にするっていうのができると思うんですね、うん、でそれができると自分の行動が変わるじゃないですか。信念に沿って、うん、自分の行動っていうのが変わるじゃないですか、うんね、例えばオーガニックのものを、うん、じゃ勉強して、うん、添加物が入ってるのが悪いんだっていうのが分かってくると、うん、例えばカップラーメンが置いてたらカップラーメンが悪いものに見えちゃいますね、うん、でこれが世界観になってくるわけなので、うん、でそういう世界観で見るとそれを食べないっていう選択肢、これは価値観だと思うんですね、うん、でこれは価値観になってくると、でその価値観がより強化されていくと、うん、それは絶対に悪いものだっていう信念が出来上がって、うん、絶対にそのカップラーメンは買わないっていうものに、うん、まあ、行動に変わってくるじゃないですか、うん、 そうね、そうするともうその知識、たった一つの、その添加物が入ってる食べ物がダメだっていう知識によって自分の行動が変わる。そうだね。でその行動が変わると人生が変わっていく。そうだね。じゃないですか。うん、だからそのベースとなる知識を身につけることによって、うん、その捉え方が変わってくる。この世界が見えてくる世界が変わってくるので、うん、まずはこの知識をきちんと身につけること。うん、それはその自分の、もちろんビジネスであればビジネスに関連する知識が一番早く、そう人生が変わっていくかなと思いますね。なるほどね、はい、いや、いいね、これね。そうですね、知識大事だね。そうですね、だから全てを、まあ、自分自身を作っているものが知識っていうのをまずは認識をして、その知識を身につけていくことで、うん、その情報をキャッチできるようになる、うん、ように なっていくんですね。確かに、はい、例えば、うん、じゃあ僕がカフェを作りたいっていう夢があるんですけど、うん、で最近そういう話がカフェね、うん、はい、僕カフェを作りたいんですけど、うん、でこれもう2年くらい前から言ってて、うん、へえ、そうなんだね。そうです、そうです、うんうん、まあ、犬飼う
くらいからですね、犬の話ばっかしてるもんね、犬の話ばっかりしてるんですけど、まあ、ただその犬って今ペット市場がすごい大きくなっているんですけど、ペットと暮らすとかペットと一緒に生きるっていう環境が日本に整ってないんですよ、あんまり。あ、確かに、ね、ペットと当たり前に行ける飲食店があるかっていうのはないじゃないですか、うん、そうだね。でも例えばドイツになってくると、うん、もうどこでも会社にも連れて行ったりするんですよ、うんうん、らしいよね、はい、で飲食店も普通に入れるし、普通に電車とかも乗れるもんね、はい、だからそれを当たり前にできる環境があるといいなと思って、うん、そのドッグカフェとか作っていきたいなと思って、まあ、実際僕が、まあ、パソコンで作業しているので、うん、一緒に犬と行ってパソコン作業して、うん、なんかまったりできる空間があるといいなと思ってやりたいのがあのきっかけだったんですけど、うん、でそれもやっぱマーケティングの知識がないと発展できないじゃないですか、うんうん、だからそこで今まで学んできたマーケティングの知識が、うん、あカフェにはこうやって生きるなとか、うん、っていうのがあったので、うん、で日々カフェに行くたびに、あこういう視点でその経営するとうまくいくんだっていうのが結構知識としてストックされていったんですよ、まあ、ドッグカフェもそうですし、カフェとしての知識とかっていうのもやっぱマーケティングの視点で見るとついてくるじゃないですか、うんうんうん、でそれは根本的にマーケティングっていう知識があったからですね、うん、でそれによってカフェをやりたいと思ったらカフェの知識がどん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 マーケティング視点で入ってくるようになって、でそうなってくると、じゃあすごい最近なんですけど、この動画撮ってるもう本当に1ヶ月以内の話なんですけど、うん、店舗があるっていう話を聞いたんですね。店舗がある、余ってる店舗、余ってる箱があるっていう話を聞いて、はい、でその人が、まあ、いろんなコンサルタントをつけてきて、うん、まあ、場所があんま良くないとか結構言われてきてたみたいなんですね、その場所がね、はい、うんうん、でも僕から見るとすごい場所なんですよ、うん、あのまあ、駅から徒歩4分で行けるんですけど、車だとちょっと行きにくいんですね、うんうんうん、でドッグカフェだと散歩していく人が多かったりとか、あんまり車通りが多いと逆に嫌なんですね、うんうん、その犬が一緒に散歩するんでうるさいし、うん、とちょっと怖がっちゃうし、うん、ちょっと危ないので、うん、だからどちらかというと住宅街の中を歩いて行った方がありがたいんですね、うん、むしろこっちとしてはぴったりじゃんっていうことがあったので、あ、じゃあ僕それドッグカフェだったら絶対うまくいきますよっていう話をしたんですね、うん、でなぜうまくいくかっていうのもこれまで知識がついてるんで話せるじゃないですか、うんうんうん、で話すことによって、いやもうそんなこと言ってくれた人初めてですって言われて、うん、でも本当に使ってほしいですみたいな感じになって、うん、今すごい猛スピードでカフェの話が進んでるんですね。でもその情報をキャッチできるのも知識があるから、うん、なので知識がないとそもそもそこのチャンスをつかむこともできないと思うんですね、うん、そうね、見える世界も違うしチャンスすらもつかむことができないと思って、うん、だから周りにいろんなチャンスっていうのがいっぱい転がってると思うんですよ、うん、でもそれをキャッチできるかどうかはそこを知ってるかどうかだと思うんですね、うんうん、だから知識をつけることによって夢を叶える行動につながっていって、最終的にその行動が夢をつかむことができるんじゃないかなと思っています。まあ、知識をつけるとしたら、まず自分の夢にできるだけ直結するような知識をつけるのが、はい、そうですね、それ一番近いものから学んでいくことですね、うん、そうすると行動が変わってくるし、はい、まあ、アンテナもあるから情報も入ってくるようになるし、はい、でそうするとさらに夢にどんどん近づいていくっていうこと、ね、はい、そうですね。なるほど、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。僕の意見というか僕の夢の叶え方っていうのは、まあ、別の動画にまた撮りたいと思いますので、はい、そちらも、ご確認ください。ありがとうございました。ありがとうございました。評価ボタンよろしくお願いします。失礼します。